100平方メートルを超える広大なビニールハウスの中で、腰をかがめて小松菜を取る老女がいる。モンテ発地で汚れ、ほっか無理に汗が伝う。15代続く農家だという。まあ、わざわざ東京から、娘は今家で休んでおります。本当によく頑張ったから、畑仕事を中座した人事、女性セブン問いかけに応じたこの女性は、北斗晶の母親だった。都心から電車で1時間、埼玉県東部の田園地帯に北斗の自宅がある。実家はわずか50メートル先。まあ娘は結婚後も離れずに暮らしてきた。北斗が乳がん手術を公表してから半年、術後治療に一段落ついた彼女は今、自宅で夫、佐々木健介と二人の息子と過ごしている。心配させたくないから。って、あの娘は私の前では一切弱音を吐かないんです。今だって不安で、辛いだろうに、見えないところでしか泣かない。強い娘だから、副作用に苦しんだ壮絶な闘病生活、北斗を支え続けた健介の献身、母親は全てを間近で見てきた。昨年9月、乳がん手術で右の乳房を全摘出した北斗は、同11月より都内病院に入退院を繰り返し、抗がん剤治療を受けていた。この日、計9度の投薬計画をようやく終えて自宅に戻った。北斗の母親が明かす、胸の周りとリンパも全部取ったんだけど、転移があったら怖いから、強い薬を使ったんです。副作用がすごくってね、髪の毛がどんどん抜け落ちて、でも、あの娘は、母ちゃん、心配しないでいいよって。髪のなくなった頭を触りながら、無理して笑うんです。もう胸が痛くて、見ていられなかった。今だって、変われるもんなら変わってやりたいです。副作用は脱毛だけではなく、強い吐き気、全身の倦怠感や味覚障害が断続的に北斗を襲った。強すぎる副作用を見かねて医者が投薬量を減少させたため、当初8回の投与計画が9回に伸びたのだという。乳がんだって聞かされたのも、手術で入院する前日でしたから、母ちゃん、明日から入院するわ、って、どこが悪いのかと思ったら、まさかがんだなんて、この世で健介だけですよ。娘から全てを打ち明けられていたのは、